塾に通う子供たちがホームレスのおじさんを笑う。あなた終わりだね。切符を買うおばあちゃんに列の後ろで男が叫ぶ。何をとうとうやってんだ。弱い者に手を差し伸べる。それが本当の強さなんだ。敗北の味知る者だけが人を救えるから。車に乗り込んできたベビーカーと若者が蹴る。謝ったのは母親の方。所詮お前は負け犬だって不登校の息子叱る。父親がリストラされた。踏みつけられる雑草にさえ君と同じ命が宿る。敗北の闇知る者だけが明日を照らせるから。優しい獣